病気になると分からなくなっちゃうんですよ。以前の動きっていうのをもう何十年もしてきたはずなのに、どうやって動かしてたっけって思うので、トレーニングをしようと思ってもですね、この動き本当に合ってるのかなって思って、どんどん疑っちゃうんですよ自分のこと。それをきちんと正しいやり方はこっちですよってこう導いてくれるものがあったらいいなと思ってたので、リハ活はまさにそれっていう。家でやるので、何時にどことかに行ってやらなきゃいけないっていうスケジュール決まってないから、自分の空いてる時間にできるし、自分がトレーニングしているところを録画するじゃないですか、 AI に見てもらうために。客観的に自分の動きを見られるっていうのがすごく良くて、自分ではこう動いてるつもりだけど実際は全然違うってことがすごくあるんですよ。それは動画を見て初めて分かることなので、ありがたかったですね、リハビリってやったらやっただけ手応えがあるんだなと思って。諦めないで、発症から何年か経ってたとしてもやってみるのはいいんじゃないかと思うんです。その時だけ頑張るんじゃなくて、ずっと継続してやっていくことが大事なんだなっていうことを本当に思ってます、スクワットと立ち座りの繰り返し、あとはまあ歩行ですよね。ってなるともう良くなってるのか悪くなってるのか全くわからないですし、クエスチョンがつきながらいつもやってるような状態だったんですけれども、リハ活ですと、指針が見えとって、その後すぐ見れて、見ながら AI がどこが良かったで、もう一つは課題も言ってくれるんですよね。次への目標ができるんで、そういう意味で次へつながっていくっていうのがメリットだと思います。このリハ活始めて1ヶ月ぐらいした時に、リハビリの PT さんに、あれ良くなってるねって言われた時に、自分では感じる以上に変わったかなって感じられたところですね。実は私、こうなる前まで趣味が登山、山登りをやってたんです。北アルプスも3000メートル級も行きましたし、でもこうなってもうダメかな、もうこれが限界なのかなっていう気持ちもありました、正直言って。でもこのリハ活を始めて、周りからもちょっと良くなったんじゃないとか声をかけられて、そしたらもう一回、時間はかかるかもしれないけれども、もう一回山に登れるかな、登れるって思いたいなと思っています。リハ活はあなたの好きな場所、好きな時間でできる在宅リハビリ支援サービスです。あなたの体や目標に合わせたトレーニングを提案。AI による正しい動き方の指導。できないところやわからないことは、理学療法士がオンラインであなたとお話ししながら解決します。さあ、今日から一緒に。リハ活始めましょう。